第一号合格おめでとうございます。ありがとうございます。ゆうや、それでは受かった大学を、ね、教えてください。龍谷大学の政策学部と関西大学の社会安全学部と、はい、社会学部と福祉、うん、学部と、うん、同志社大学の法学部と経済学部と利用ある地域文化学部です。覚えません。ね、たくさん受かってくれました。ほんまにね、あの2年生の春やったかな、はい、2年生の春から、ね、一緒にやってましたけども、さすがと、言ったと思うんですね。それではね、ちなみに進学はどこに？同志社大学のグローバル地域文化。グローバル地域ね、かなり難しい。アメリカコースだね。アメリカです。はい、かなり難しいと受かってくれました。それではね、ここから埼玉の始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは、ゆえに聞きたいのは、受験勉強を通して一番学びになったことっていうのは何かなと思って、それを教えてください。やっぱり自分の限界を作らないっていうことです。限界を作らないってね、すごく大事ね。今まではやっぱ、部活とか限界作ってしまって、はい、あまりいい結果を残せなかったので、うん、受験では自分の限界を作らずに、だって結果、いい結果が出たので、うん、やっぱ限界を作らずに、そのままいいと思います。確かにもう、あれやな、同志社なんてとんでもないでみたいなところからやったもんが、まあ3年からね、現在文始まりましたけど、その現在文とかもこうめちゃくちゃとんでもない感じでね、全然できなかったね。もうなんなら今も感じめちゃくちゃいいんじゃないかっていうね、同志社はちゃんと解けるようになってね、めちゃくちゃいい点数を叩けるようになりましたけど、ちなみに、まあ、受験勉強でそういうことが、まあ、そういう成功をして限界を決めないということが大事なと学んだ結果ね、じゃあ大学生になってさ、そのどういったことをやっていく、その限界を決めずに、なんかこんなんやったろうかな、あんなこと達成したのかなっていうのが決まってるもん。やっぱり自分の苦手なことにチャレンジするって感じで、留学だったり、はいはいはい、自分の、まあ、苦手なことにチャレンジしていきたい。なるほど。まあ、留学って何で苦手って思ってるの？人と知らない人とコミュニケーションとかが、はいはいはい、苦手なので、できないと思わずにやっていくことが大切かなって思ってます。成長したなぁ。成長したなぁ。それはあ、それはね、ぜひとも達成してもらいたいと思います。はい、続いてゆうえんみたいのは、受験を成功させるために何が一番大事だったなっていうふうに思いますか？やっぱり勉強の継続性やと思います。継続、今までやっぱ一日たりとも勉強しなかったっていう気はないんで、その分誰よりもやったっていう自信があって、うん、その自信が最後に受験成功させるための秘訣になったと思います。確かにね、なんていうかな、ゆうやは一番最初全然、まあ、率直に言うけど全然勉強できなかった。もう、まあ、現代文もとんでもなかったし、もう今の結果が1年前だったらマジかって思う、まあね、思うぐらいだけど、でも傍らというか、もうそのやっぱり1年間ずっと見てきて、一番、まあ、基本に忠実というか、俺らがこうしてほしいっていうのにめちゃくちゃ沿ってやってくれてたんだ。で、具体的な話にはならないけど、その、まあ、俺ら の受験業界では夏の前の段階、まあ、3月から7月ぐらいにかけて、で7月8月の夏休みで9月からにかけてっていうので、まあ一番最初からさ、こうさ、受験直前期ぐらいで勉強しろっていうふうに言わないんですか？でもここまでにはこれしておいてほしいっていうのがやっぱあるわけよ。でその中に特にその勉強時間の確保が大事だと思う。その夏休み、ちなみに夏休み何時間ぐらい勉強した？夏休みは14時間ぐらい。14時間、1日14時間ぐらい勉強するやん。でも夏休み14時間勉強したからって、じゃあ今春の段階でもう14時間勉強しなさい、受験生に言わないやんか。そんな勉強するなあかんのってなるし。で、だからその14時間夏達成するために、大体春意識せなあかんこととか、まあ、大体春さ、どのぐらいさ、勉強してたの？何日、1日、学校あるんで1日何時間ぐらい勉強したの？部活やってたんで、ああそうね、部活終わってからもう夜11時が塾が閉まるまでついてる。部活終わって塾来るのが6時半ぐらい、6時半ぐらいから11時だから、4時間半、まあ、そうだね、4時間半ぐらい、4時間半ぐらいか。昼休みとか勉強し始めたんですよ。まあ、3年になって初めから3年になって初めから昼休み勉強してた。やってました。批判されへんかった？
ね、周りを巻き込んで周り巻き込んでたか、はい、何ぐらいで最初一番最初発起人として始めたのは優雅優雅と言うたのクラスですかクラスで行こうか学校のクラスだったら僕は確か優雅だと思う一番最初それで結構みんなじゃあ昼休み勉強するか7人ぐらいで誘ったすげえなその巻き込み方はめっちゃいいと思うわで、まあ春の段階で、まあ4、5時間勉強して昼休みとかもいろいろ合わせたら5、6時間でしょうかねで、14時間夏勉強して、まあ、その14時間を、まあ、冬までもまずっとキープしてたという感じで、1日も休んで遊んでない全くやりきりましたやりきったもう、なんか花火大会とか言ってないやってないな、もうお前今やったら言えるさこれやっちゃったんですよ、座先生じゃないないですね、やりまくりこれが受かる受験生ですいやほんまもうそういうあの受験生としても鏡だねやっぱそこまであの、まあ、コミットメントというかそこまでこう注力できたらやっぱり全然成績ができたの成績が悪いというか全然勉強しなかったところからでも逆転多くできるんだなっていうことを、すごく体現してくれた受験生の一人だと思いますそれではねあの対談はここまでにしておきましょうか本当に僕ありがとうございましたありがとうございましたマナビズム YouTube チャンネルの登録はこちらからお願いします。ホームページからのお問い合わせはこちらからお願いします。